完了だ。ボス、見事だった。解除したことでディダディソン落跡から CFA 本部へ補充依頼が飛んだ。その CFA が接触したのは 3R、 そう、ムヒンダ油田のオーナー、例のペーパーカンパニーだ。やはり 3R はサイファーの隠れ蓑だったか。補充自体は後回しになったようだが、ウォーカーギアがノバブラガ空港跡から輸送されることも分かった。そのサバンナにはPF の拠点を結ぶ物流網があるらしい。この物流網を諜報班に追わせてみる。サイファーが PF にウォーカーギアを供給しているなら、PF がサイファーに支払う対価もあるはずだ。この流れを追うことで、連中の影に迫れるかもしれん。よし、無事捕獲したようだな。